が終わりました。はい、ひよくべつけ屋さん、今日2発やったんですけどね、これでだんだんね、分かってきましたね、この工業ボケの解き方が、ね、午前中と一緒だなってことが分かってきました。時間を設定していけばいいんだなって分かりましたね。はい、だからね、あの工業ボケはちょっとムンムンってなっちゃうのが第5問、4問か、第4問で出てくるんだけどね、あんまビビらず、やっててください。こうやって感情連絡図を作ればね、大丈夫ですから、ね、あんまビビらず。